こんにちは、日野です。先週ですね、フーチを学びに行ったということをお伝えしましたけれども、まあ、フーチ、非常にこう参考になります。で、フーチっていうのはなんかこう怪しいものということではなくて、まあ、自分本当の自分に答えを聞いてるっていうだけなんですよね。だから本当の自分とつながることが一番の目的であって、そのつながることができれば、自分のね、その本来の答えっていうのを引き出すことができるわけです。ただフーチっていうのもやっぱり、この前もお伝えしたのか、いろんなこう存在がまた寄ってくるそうなので、その時に、間違った答えをね、それで引き出されてしまうこともやっぱあるみたいなんですよね。だから使う側の方がやっぱかなり慎重にいかなくてはいけないと。で、そういう危険性も知っておかなくちゃいけないっていうことは本当に教えられましたので、そういったことをまあしっかり見ながらね、で、自分が本当にいい自分の最適な答え、自分本当の自分からの答えっていうのを引き出せるように、日々こう努力していきたいなって思うんですよね。で、このまあいろんなその風知の学び含めて、まあ、霊的な学びもいろいろ今回、先週ですね、させていただきまして、かなりいろいろお話を伺ってきたんですけれども、で、非常に面白いなと思ったのが、遠隔でその方は舵祈祷というのか舵をされてるんですね。で、まあ、真言密教にのっとった、そういう舵もされていて、で、これが遠隔でできるっていうのが、まあ、まず不思議ですよね。で、遠隔でいろんなこう霊を、取る、その、なんて言うでしょう、憑依した霊を取り去ったりとか、そういうこともできるそうなんですね。で、それまあいろいろなやり方があるみたいなんですけども、面白いなと思ったのが、その今液晶画面っていうのが、まあ、デジカメとか、まあ、携帯のスマホでもいいんですけれども、写真を撮る、まあ、その液晶画面がありますよね。で、その液晶画面を通じて遠隔ができるっていうことなんですよね。だから、まあ、その方はですね、その、なんかこう丸いやつとかこうペン状のやつとか、そういうものを開発されていて、それでエネルギーを相手に、送ったりすることも可能だということで、そういうことができるんですよ。だからその液晶画面にその、癒したい人とか、まあ、そういう対象となる相手の人物の写真があればいいんですね。そこに対して、液晶の上にそういうものを、そのパワーを送るものを置いて、やってやる。それでもう届くそうなんですよね。まあ、これがまず不思議ですよね。でも遠隔でそういうことも昔から、言われてますから、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、そういうことが写真であればできるんですよね。ですから、まあ、そういうことで人を癒すこともできるっていうことなんですね。で、それをその風知の先生っていうのは、会員になることによってずっと年間通じてそういうエネルギーも送り続けてくれるっていうことができるんですよね。なんかその、そこにあった機械から発信する、まあ、量子波っていうんですかね、量子波、こう瞬時で届くような時間空間を超えた、その波っていうのがあって、それを、発信することによって相手に届くと。遠隔であればそういうものができるんですね。だからそういうのをやってもらったりできるっていうことなんですよね。まあ、それで、自分の状態を、いい状態に、する、あるいは憑依されないような、状態を作ってあげるということで、僕はちょうど行った時にも何かメールでやり取りをされてて、あ、ちょっと待ってくださいねっていうことで、なんかそのお客さんとのやり取りは、これ聞かせていただいたのはですね、なんかどっかのお寺にそのお客さん、会員さんは行かれて、その時にどうも霊をもらってきてしまったと。で、結局頭痛というか体調が悪くなってしまったので、何とかしてくださいっていう、まあ、メールというのか、それが、朝一番に来たそうなんですよね、その日の朝に。で、その方は、何をしてたかというと、その写真にエネルギーを送るやつをこうポンポンポンと置いて、で、やってたと。そしたらそのうちに、確か昼ぐらいの時に話を聞いてたら、その今日朝した人が頭痛が取れたっていうメールが来ましたっていう、ことなんでしょうね。だから遠隔で
悪いエネルギーを取り去ることも可能だということですよね。まあ、これはある意味非常に驚きですよね。すごいなって思うんですね。まあ、そういうことができれば、うん、まあ、本当にこう自分がね、大事な人とか守りたい人を守ることもできますし、できるだけそういう変なエネルギーの影響を受けないように、持っていくことも可能だなっていうことですよね。だから、まあ、まだまだこの世の中にはいろんな知らないこともありますし、まだまだ可能性がね、こう広がってるなって思うんですよね。まあ、そういうことができればね、周りの人、あるいは大事な人、あるいは自分が大事だけれども、すぐ近くに入れない人、まあ、例えば両親とか離れている、暮らしているとかね、あるいは大事な人、まあ、子供娘とか子供息子が離れて、一人暮らしをしているとか、まあ、そういう時にもね、そういうエネルギーを送ってあげることができれば、まあ、お守りじゃないですけどもね、そういう守り防御をしてくれるものになるということですから、まあ、そういうこともね、知っておけば、そういう、守り方っていうのもできるわけですよね。ただそのお坊さんが、拝んでくれるだけではなかなかこう、まあ、お坊さんが その効果がないっていうことではないんですけれども、ただ目に見えてわからないですよね。実際本当にじゃあそれ効果があるのかって言われると、もう証明できないですよね。ただそういう写真とかを通じて実際相手にエネルギーが届くのであれば、そういうやり方っていうのもね、いろいろ今後僕も学んでいきたいなっていうふうにね、すごく思いました。そういうのを見て、あ、これだったら守りたい人を、こうできるだけね、守ってあげることも可能だなと、いうことを思うんですよね。自分がそばにいなくても、そういうエネルギーを送ることはできるんだなっていうことですよね。だから、まあ、霊気とかありますけども、それもこう自分でイメージしてその相手に気をこう送るわけですよね。これも正直時間空間関係なく送れるんですね。っていうことは結局、まあ、それと通じるものがあるわけです。ものというかエネルギーが送れるものをポンポンポンと写真の上に置くっていうことは、その写真を見ながら自分がエネルギーを、霊気であれば霊気を送ってあげるっていうことももちろんできるわけですよね。だからそういうので、まあ、祈りっていうのは相手に届くんですよね。時間空間関係なく相手に届くということだから、まあ、本当にこう自分がね、大事な人を愛する人を願って、その本当にいい方向に願うっていうことは、それは相手に届いてるんですよね、間違いなく。それが、まあ、写真があるとね、非常に分かりやすいっていうのと、まあ、そのデジタルの画像に対して、その波長が届くようになるみたいなんですね。まあ、そういうのがありますので、また僕チームちょっとね、そのあたりもいろいろと学ばせていただきながら、またいろいろいい活用がね、活用ができればいいなっていうふうに感じております。ということで今回はね、ちょっと今曲がらなきゃいけないところを素通りしてしまいましたけど、まあ、次のところで曲がれば大丈夫なんですけども、いうことで今回はね、以上になります。